間で受けたオリベイラヘディングシュート、最後決めたのが江坂。今日23歳の誕生日、パスでゴール、自らの誕生日を自らのゴールで祝いました。もう一度ご覧いただきます。このオリベイラがこの間で受けた後、それクロスの精度の高さもありますね、はい、あと江坂が一歩前に相手あのタイミング出てるんですよね、はい、そのポジション取りの勝利、うまさ妙というのもこのゴールにつながりましたね。気持ちでゴールをこじ開けました江坂当たる。今シーズン3ゴール目は実に12試合ぶり。本当バースデーゴール有言実行ですね。そうですね、前節岩田戦は悔しい思いをしました。その前節ゴールは次節に取っておきます。見事に有言実行へ坂当たるです。クリアする。群馬にしてみれば一人少ない状況の千葉から追加点を奪えるか。そうですね、また余裕も1点取ったことによって群馬の選手出てきたので、はい、いろいろなアイデアが出やすくなりますね。またね、小林陵ボックス内2人、おお来た、あー来た、江坂2ゴール。
あれでしょうね、オシムさんの時はすごく練習試合したんで、それを思い出して、ゲームの、ね、コンディションを上げるっていう意味でやったんだと思いますね、はい。まあ、その中で課題を見つけてはそれを消化していく、そういった作業を繰り返しているようです。さあ左サイドに林、左に持ち替えて、いいボールだ、ヘディング、先制柏レイソル、素敵なボールでしたね。今は沢のヘディングが決まりました。柏レイソルでは公式戦で初ゴールになります。沢